熊本のサッカーの未来のためにキックオフ熊本。熊本をホームに活動しているプロサッカーチーム、それがロアッソ熊本。現在明治安田生命 J2 リーグに所属しています。今シーズンはチーム史上初となる天皇杯ベスト4進出を果たすなど、サポーターや熊本県民に勇気と感動を与えたチームです。この番組ではそんなロアッソ熊本の知られざる内側をお見せしています。今シーズンでロアッソ熊本を退団する選手がいます。フォワードの相原選手はここぞという場面でゴールを決めるストライカーです。同じくフォワードの利田選手は朝早くからシュート練習に取り組むストイックな選手。ミッドフィルダーの田辺選手は今シーズンで現役を引退することになりました。そんな3選手からサポーターへのメッセージをいただきました。2年間応援ありがとうございました。自分は、ロアッソ熊本の一員ではなくなりますが、新しいチームで点取ってその活躍しているのを皆さんに報告できるようにまた頑張っていきます。2年間ありがとうございました。本当にロアッソ熊本のサポーターはあったかくて、本当に頼もしくて心強くて、その声援に何回も助けられたと思ってます。またどっかで会えると思うので、その時を楽しみにしてます。熊本の街とか自然とか人とか、何よりロアッソ熊本のことが大好きになりました。これからもまたどこかで会えたらなと思います。本当に2年間ありがとうございました。おはようございます。熊本県出身、元大津高校サッカー部マネージャーの甲田朝香です。ぜひ甲田ちゃんと呼んでください。12月10日サンロード新市街アーケードでロアッソ熊本大ボーボー年祭が開催されました。サポーターを意味する背番号12にちなんで、お昼12時12分12秒にイベントがスタート。今シーズンの締めくくりのイベントとあって、たくさんのサポーターが駆けつけました。ロアッソ最高。今回は甲田ちゃんもイベントに参加。イベントのリポートやサポーターの皆さんにインタビューしました。当日イベントに行けなかった人のために少しだけステージをお見せします。なんか伝言してる姿もいいんですけどはい、そこまで。俺カバーがサッカーをしてるスタート。本当ゆっくり行った方がいいと思う。麺だと思います。白滝。このイベントに参加してみてどうですか？いつも試合中プレーしてかっこいい姿の選手が本当に楽しそうにニコニコ笑ってるっていう、その姿を見れたっていうだけでもう嬉しくてしょうがないっていうのもありますし、今日来てよかったってすごい心の底から思います。今季を振り返ってみてロアッソどうでしたか？紆余曲折あったと思いますが、応援しててよかったなと。来年のロアッソどんなメッセージを送りますか？絶対 J1 上がってください。次回も甲田ちゃんがロアッソ熊本大ボーボー年祭をリポートします。明治安田生命 J2 リーグの年間優秀選手などを表彰する J2 リーグアウォーズが12月7日に開かれました。ロアッソ熊本からはベスト11に平川選手が選ばれました。平川玲選手、今シーズンはチームとして苦しい時間が続きましたけど、こうやって個人としてこのような勝負いただけて本当に光栄に思います。これは練習直後のリラックスしたロアッソ熊本の選手たちがサッカーのことだけでなくプライベートのことまで自由にトークするコーナーです。トークするのは前回に続きこちらの3人。
高橋コーチは2006年から3年間熊本で選手として活躍していました。山本チーフトレーナーは怪我した選手のサポートをしています。増島コーチは選手のサポートなどチームを明るく活気づけています。スタッフとしてロアッソ熊本を支えている3人がトークするテーマはこちら。大木さん、コロナ明けてこう大木さんの家で食事をこうして誘ってくれることが、あるんですよね。言ったら監督の家にご飯を食べに行くっていう、こともなかなかないのかな、分かんないですけど。で、大木さんが全部やってくれるんですよ。で、何食いたい言われて、でも唐揚げっていうのは結構大木さんの中のこう唐揚げが結構美味しいんですけど、唐揚げをリクエストした時にもうずっと 2,3 時間ずっともう油の前で揚げて、お前さんが全部ピンポンとして入ったらおいっつってエプロンしてきますからマジで全部至れり尽くせやってくれるんですよ。めちゃくちゃうまいですよ大木さんの唐揚げ。結構あったいっぱいやりましたよね。いや、大木さんのそのもてなし精神っていうんですか、今度お願いしよう。食べたことないからね。すいません、ちょっとそこは今度ね、お願いする。でマジでうまいし、で最後片付けとかもやって帰りますってなると、もういいやん、帰れ、俺やるからっつって、本当に何もやらせてくれないですよね。俺は自分がその60歳で落とした時にできるかなと思って。すごいっすよ。できないよね。できない、できない、はいはいはい、できないよ。できないよ。仕込み、ま、仕込みやってますもんね。前日から仕込んだりしてくれて、仕込んでくる、仕込むから帰るわっいや、すごいですよマジで。いや、本当すごい。でもそんなサッカーの話するずっとしてるわけじゃないもんね。そうですね。コーチ陣で喋ってて大木さん作ってくれてるんで、あんまり大木さん喋らないもん ね。 そうですね。でも昔のサッカーの話になるとマジで止まんないです。で、僕も結構サッカー好きで昔のサッカーの名前とかチームとかも分かるんですけど、もう一個大木さんの世代に行くと俺も全然分かんないんで、70何年のワールドカップの準決勝のとかやれても、いやーちょっと分かんないですよね。いっぱい DVD 持ってますもんねすごいですよね。話が盛り上がったので次回はトークの延長戦をお送りします。11月23日 JFA 第47回全日本 U12 サッカー選手権大会熊本大会の準決勝と決勝が笑顔健康スタジアムにて行われました。今回はレタドール熊本とソレッソ熊本の決勝の様子をお見せします。この試合に勝利したチームが全国大会出場できる大事な試合です。ソレッソ熊本リードで前半を折り返します。
タドール熊本も最後まで諦めず、試合終了間際にキックオフゴールを決めました。5対1でソレッソ熊本が勝利しました。優勝はソレッソ熊本。12月26日から行われる全国大会の出場が決まりました。まだソレッソ熊本が成し遂げていない優勝いや決勝の舞台に立つことです。全国大会で優勝するぞ。ここでロアッソ熊本からのお知らせです。2024ロアッソ熊本シーズンシートファンクラブの申し込み受付を12月18日のお昼12時から開始します。詳しくはロアッソ熊本のオフィシャルホームページをご確認ください。そして来シーズンから笑顔健康スタジアムの席割りがリニューアルされます。メインスタンドの指定席が増えるなど、これまで以上に自分の観戦スタイルに合った座席で楽しめるようになります。詳しくはロアッソ熊本のオフィシャルホームページをご確認ください。そしてみんなのスーパープレーを大募集します。試合中のゴールシーンやリフティング動画などを番組内で紹介します。自分たちで撮影した動画であれば何でも OK。 番組で採用された方にはロアッソ熊本グッズをプレゼント。詳しくは旧 Twitter の X で。熊本のサッカーの未来のためにキックオフ熊本。